はい、今回はですね、モーターマンについてお話ししていこうかと思います。まあ、早速ですね、基本データからいきましょう。まず身長190センチ、体重が210キロ、超人強度が460万パワーですね。フランス出身です。超人総選挙2019では第100位ということで、ギリギリなんとかね100位以内に入っていましたね。で、頭部のドリルを回転発光させたり、両腕の電池を直列つなぎにして高圧電流を流したりするなど、ギミック多彩なロボ超人っていうことが書かれていました。まあ、ゼブラチーム全般的になんかギミック多彩なイメージはあるんですけどね。で、まあ、なんといってもね、他のロボ超人を充電することもできます。これがモーターマンのね、大きな特徴なのかなっていうのは思いますね。で、なおですね、両腕の電池は数百試合しても余るほどの電気を蓄えています。学研の図鑑のね、肉知識によると、そのモーターマンの両手の電池っていうのは、右手の先がプラス極、左手の先がマイナス極って、これも書かれていましたね。はい。ちなみにね、そのモーターマンが登場した時、ゼブラはですね、さすがゼブラチームの四天王の一人モーターマンじゃ、テキサスブロンコテリーマンを少しも寄せ付けの鉄壁の攻めじゃみたいな風にね、褒めちぎっていたんですよね。だから語尾にじゃとかつけて、この頃のゼブラなんかね、丁寧語で死なさいとかも言ってたりしてね、ちょっとね、キャラクターがまだ定まってない感じはしたんですけど、こうやって褒めちぎっていたんだけど、実際ね、そのゼブラチームに呼ばれた理由っていうのは、なんか戦力としてではなく、バイクマンをね、充電させるためにね、呼ばれたみたいなんですよね。はい。で、次に主な技なんですけれども、まずはバッテリークローですね。これは高圧電流を帯びた腕を相手に押し付けるといったものですね。はい。で、次に、スパークリングフラッシュ。これが体内に電気を流し、頭部のドリルの部分を光らせる技で、まあ、目くらましなどに利用されていました。ただね、その足元まで光が届かないっていう弱点がありましたね。これはなんかラーメンマンに指摘されていたんですけれども、あとはドリルアホールスパークっていうのがあって、これはね、頭のドリルを回転させながら相手に突進するといった、まあ、シンプルな技ですね。はい。で、次にですね、まあ、戦績なんですが、まずはテリーマンと試合をしていました。まあ、満身創痍のテリーマンに対して優勢だったんですが、バイクマンに変装したラーメンマンがテリーマンを救出したため無効試合になりましたね。まあ、そのテリーマンがね、ボロボロだったとはいえ、金星を挙げるチャンスを失ってしまった感じだったかなと思います。テリーマンね、いや、そのロビンやスグレと比べても結構重傷だった感じでしたね。ゼブラチーム戦でもほとんど回復していない状態だったんで、やっぱそのキングザ100頭に骨をバラバラにされているっていうこともあったのかなっていうのは思ったんですけど、そう考えるとね、やっぱそのキングザ100トンっていうのはやっぱ強かったのかなっていうのは思いますね。はい。で、次にですね、ラーメンマンとそのまま対戦するんですが、序盤こそね、ラーメンマンに猛攻を仕掛けるんですが、金星を挙げる寸前から一転、飛翔流美脚、フライングレッグラリアート、キャメルクラッチによって瞬殺されてしまい、大会の最短試合の記録まで作ってしまいましたね。記録は37秒です。これね、実はレオパルドンがマンモスマンに 0.9 秒でやられてるんですが、まあ、なんかゴングがまだね、鳴っていなかったため、これは参考記録扱いみたいなことが書かれていましたね。だから、まあ、このモーターマンの試合が一応最短試合ってことになってるみたいです。で、次にディープオブマッスルでも登場していって、要はエピソード18、バイクマン&モーターマンハイブリッドな運命でも登場していますね。まあ、最初はですね、モーターマンの方からそのバイクマンをね、プロレスに誘ってね、タッグを組んでいたんですよね。バイクマンはこのエピソードの中では最初はプロレスにはあんま興味なくて、レースの方にすごい真剣にやってたんですよ。ただね、そのタッグを組んだ後、バイクマンのがやっぱ強くなって活躍し始めたため、タッグを解消してしまったんですよ。まあ、その後ね、そのバイクマンの方がゼブラにね、モーターマンをメンバーとして紹介したことで再会を果たすって、こんなストーリーでした。
まあ、そのモーターマンのキャラクターとしてはこのエピソードの中ではそのバイクマンにまとわりつくストーカーみたいな感じでね、結構何かとバイクマンに勝負を挑む好戦的な性格だったんですよね。はい、まあなんというかな、その2人結構仲いい感じではあったんだけど、ただその筋肉マンチームとの戦いではそういった素振りはね、まあもちろんね後付けなんでね、あの当然といえば当然なんだけど、そういった素振りはなかったんでね、そのつながりがあるかどうかはちょっとわからないですね。はい、で最後にね、やっぱそのモーターマン、どちらかといえばやっぱネタキャラの部類に入るかなとは思うんですが、やっぱレオパルドンのインパクトが強かったんでね、レオパルドンと比べるとちょっと地味な印象があるかもしれないですね。まあなんというかその他の超人のエネルギー源っていう独特な役割を、ね、担ってはいたんですけれどね。はい、ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。